脳のリミットを外した自分知りたくないですか？Hey guys, I'm Marisa Nanase. 皆さんこんにちは。知識レビューをしている勉強マニアの Nanase です。皆さん、メタ学習って知っていますか？メタ学習というのは学習について学習すること、つまり勉強の仕方について勉強することです。このメタ学習について私たちは学校でも教えてもらってないんですけど、だからこそ今大人になってから学ぶことが必要になります。皆さん、英語を話せるようになりたいって勉強したり、資格を取りたくて資格勉強したり、自分を成長させたくて読書をしたりとかしている方が多いと思います。しかし、そのやり方についてちゃんと学習したこともないまま、なんとなくで勉強していませんか？読書していませんか？今日お話しするのは、脳のリミットはどうすれば外せるのかということ。このテーマが実はそのメタ学習と大いに結びついています。私はこのメタ学習をしていくうちに自分の脳のリミットを外せたと思うからです。もともと地頭がすごくいいわけでもなく、高校受験も第一志望を落ちましたし、英語科だったのにもかかわらず TOEIC の一番最初の点数は400点台、大学の時に受けた TOEIC も555点でした。私が大人になってから上位 3% と言われる TOEIC スコア940点や、0から3ヶ月で中国語の資格 HSK 3級を取ったり、その他にも食生活アドバイザーやドッグトレーナーなど興味を持った資格を最短で取得することができ、その数20個以上になっています。まあ、資格を取ればいいという問題でもなく、本当は使わないともったいないと思うんですけど、脳のリミットを外したら受ければ受けるほど面白いように資格が簡単に取れるんですよ。ここ数年で不合格となったことはありません。ほとんどが一発合格でした。まあ、楽しいからついついね、取っちゃうんですよね気軽に。まあ、最初にお伝えした通り、私は地頭がいいわけでもないですし、人より記憶力が優れてるわけでもないと思います。ではなぜそんなに勉強ができるように急になったのか、それは先ほどお伝えしたメタ学習を通して脳のリミットが外れたからだと思います。皆さんもそんな風に勉強すればする分だけどんどん吸収できるような自分の脳の才能に気づきたいと思いませんか？今日は私がそうなったきっかけであるこちらの2冊の本をもとにですね、脳のリミットの外し方について分かりやすく、そして実体験も交えて皆さんに共有しようかなと思います。私のチャンネルでは普段もこのように使える知識のレビューをしていますので、ぜひ最後まで見ていいと思ったらチャンネル登録しておいてください。で、今日の動画では皆さんも自分の脳のリミットの外し方が分かったり、脳の使い方が上手になります。メタ学習についても取り入れていますので、今何かしらを勉強されている方は自身の勉強に取り入れてもらえるかなと思います。本日のメニューです。まず脳の可能性についてご紹介します。皆さんも脳のリミットを外すとどうなるのか、その可能性を一緒にまず見てみましょう。そしてその後、脳のリミットを外すためのポイントとなる柱3つ、マインドセット、モチベーション、メソッドについて解説していきます。最後に私の経験を踏まえてまとめさせていただき、おすすめ本2冊をご紹介していきます。盛りだくさんの内容でとても濃い中身の動画になってきますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。まずは脳の可能性についてです。いろんな自己啓発本でも言われていますが、自分の中で思い込みがあると、そこでリミットができてしまいます。私にはきっとできないだろうとか、もう年だから物覚えが悪いだろうとか、自分が英語ペラペラになれるはずないと思ってると、その通りに本当になってしまいます。なので、ここで皆さんの脳の可能性を自分自身が、あなた自身が覗いてみてください。信じてみてください。こちらのリミットレス超加速学習の著者ジム・クイックは、今でこそね、世界的に有名な脳のエキスパートとして、ハリウッド映画の俳優に覚え方の指導をしたり、ハーバード大学とか政府の機関とかにまでね、コーチをしてるんですけど、実は子供の頃は先生からも脳の壊れた子と呼ばれたくらい、授業も全然理解できなかったり遅れていたそうなんですね。私が知っている面白い研究が、ロンドンのタクシーの運転手について、マグワイアの研究です。ロンドンのタクシー運転手はそうでない人よりも脳の記憶を司る部分が大きくなっているそうなんです。つまりロンドンの街を頭の中に入れて知り尽くしているということなんですね。こんな風に自分の脳を変えることっていうのは大人になってからでも可能と言われています。その時に大事なポイントが3つ、マインドセットとモチベーションとメソッドです。まあ、先ほどお伝えしたように、自分の思い込みができないと思っているとできないので、まずこのマインドセットが大事なんですね。さらに実際にそれをやろうという目的、モチベーションとか、どういう風にやるかっていうメソッド、大事になってきますよね。どうやって覚えるのかな、勉強するのがいいのかな、記憶力を上げる方法あるのかなと、この3つどれも欠けてはいけません。ということで、まずはマインドセットから見ていきましょう。これは先ほど少しね、もうお話ししてしまいましたが、自分はできる、自分の脳はこんなこともできると、今までの自分の脳への見方を変えることが大切になってきます。
マインドセットやればできるの研究っていう本もあるんですけど、先生とか親から期待されたり褒められたりしている子の方が成績良くなるっていう研究もあるんですよね。また生まれつきとか才能で自分の脳が決まっているなって思ってる人はマインドが固定されちゃうので、自分の努力によって変われるって思ってる人と比べると成長できなくなります。また間違えることを恐れてる人はここでそのマインドセットを変えておいてください。間違いは失敗と同じではないです。その間違いから学ぶことができます。私も英語のトイックを勉強している時、全然目標スコアに届かず苦戦しました。間違えること嫌になりましたが、よく見ると昨日よりは間違えた数が減っているよと。そういうことは昨日よりは自分成長できてるなっていうことなんですよ。そうやってマインドセットを行っていくうちに、その積み重ねによって大きくスコアが変わっていきました。スコア自体が変わらなくても、例えば前より意味が分かるようになったとか、なぜその正解なのか考えるようになれたとか、そんな風に少しずつは成長してるはずなんですよね。実際トイックの試験っていうのはいきなりスコア伸びる人まれで、上がったり下がったりしていくうちに階段状にある日いきなり伸びるってことの方が多いです。つまりそこまで継続できることの方が大事なんですよ。ということでマインドセットの次は継続することに関わるモチベーションについてです。マインドセットは自分の気持ちや思い込みでどうにかできると思うんですけど、モチベーションはいかがでしょうか。モチベーションを高める方法いろいろあるんですが、面白いのが脳に燃料補給をして高めていくよっていう方法、脳をリミットレスにするために餌付けするみたいな感じですね。これ神経科学と統合栄養学を専門にするリサ・モスコーニさんがブレインフードとか女性の脳という本を書いています。で、彼女が言うには、脳に必要な栄養素は他の臓器と異なると言われています。脳が最高の状態で働くには45種類の栄養素が必要で、大半はちゃんとね、脳自体で作られるんですけど、残りは食べ物で取らないといけません。例えば脳を酸化ストレスから守って老化の進行を抑えたり、記憶力を良くするっていう研究があるブルーベリーとか、まあ、カレーの調味料でも有名なターメリックは炎症を抑制し、抗酸化力を引き上げ、脳の酸素摂取量も改善してくれると言われています。認知機能の低下を防ぐという報告もあるそうです。他にもダークチョコレートは注意力や集中力を高めてくれたり、認知機能の改善が証明されたフラボノイドも、含まれているということです。私も早速ね、ターメリックのスパイス買いに行ったことあるんですが、まあ、体だけではなく脳のためにも食事って気をつけたいなと思いました。食べたいものは食べるけど、栄養があるものも取り入れるっていうような感じですね。よく知られていることかもしれませんが、理由が大事になってきます。何をどうしたいのか、その目的を明確にして目標を立てると、自分の底力じゃないですけど脳のリミットが外せる気がするんですね。例えば何が何でも絶対にこの資格を取らないと次に進めない、やりたいことできない、そういう気持ちで私は資格に挑みます。そうすると集中力も高まって、モチベーションも相まって通常よりも成果を発揮しやすいです。マリオで言うならスターが降りてきてパワーアップしている状況みたいな感じですね。あとは上手に休むことも必要になってきます。ぶっ続けでやっていくとモチベーションも下がったりとか瞑想しちゃうことあるので、なので適度に休みつつオンとオフの切り替えをしっかりつけた方がモチベーションは維持しやすいです。そして最後のメソッドの部分になってきます。マインドセットもでき、モチベーションが高まって、さらに追い打ちを変えるようにこのメソッドを取り入れることで脳のリミットを外せることが可能になると思います。まあ、例えばフロー状態っていうのは皆さん聞いたことありますか。一つの活動に没頭する、あまり他のことが気にならなくなる状態と言われています。フロー状態に入るとまさに脳がリミットレス状態になって完全に集中したり難なくできる感じがあって、時間すら忘れてしまい没頭できます。さらに満足できたりとか、生産性が飛躍的に高まるというふうにも言われています。5倍の生産性を得られるという報告もあるんですね。私も実際勉強している時とか、営業の仕事で電話をかけている時、 YouTube の企画を考えている時などはフロー状態に入ったことはあるんですけど、本当にこれ生産性上がります。営業の仕事の時とかは確かにいつもの5倍ぐらいの成果が出たこともあって、周りがねもう見えないぐらい集中できました。皆さんも自分の生産性が今の5倍ぐらいになったらどうなると思いますか。想像してみてください。脳のリミットが外れるのはフロー状態になることなしでは難しいと個人的には思います。そんな無敵なフロー状態になるメソッドっていうのを今日はご紹介します。4段階に分かれています。まず1段階目が苦闘です。まずはフロー状態に達するために必要なことを手に入れようという模索する段階なんですけど、例えば勉強法を調べたり、どの教材を使うのか、そしてフロー状態に入る大きな手助けとなるのが期限です。いついつまでにとか、この1時間でこれをやると、これを決めてください。そして邪魔が入らない環境にしておくのも大事で、まあ、カフェに行ってやったりとか、スマホのスイッチ切ったりとか、いろいろ環境を整えていきます。そして2段階目で解放をします。フロー状態に入る前に頭を休ませる段階っていう風に言われてるんですけど、準備運動みたいな感じですかね。この段階では緊張をほぐすためのものなので、私は瞑想とかイメージングします。深呼吸もいいですね。自分が今からその目標を達成するぞと、この1時間でどうなってるのかなと、今から脳のリミットを外しますよっていうところをイメージします。そしていよ
よ3段階目でようやくフローが来ます。集中してこれやるべきとかやりたくないとかもう余計なこと考えずに目の前のことに集中するんですよ。5分10分続けていくとフロー状態に入っていけることが多いです。でそして4段階目が回復です。初めのうちはすぐにエンジン切れてしまうかもしれません。フロー状態ってまあそもそも長々と続くものでもないので必ず、集中力が切れそうになる前に回復をしてください。フロー状態のこれ正反対なのでぼーっとしたりとか気が抜けたようにこう思うこともあると思うんですけど、今まで経験したことない人はフロー状態に入るって言っても実感湧かないかもしれないんですが、自分の好きなことで挑戦してみるのがいいかなと思います。本を読んだりとかゲームをしたりとかドラマを見たりとか見入って没頭してしまうとあっという間に時間経ちますよね。でその後ちょっとぼーっとしてるみたいなね。であとはまあレベル感としてはちょっと難しいレベルぐらいのものが一番いいと言われています。簡単すぎると上手に集中力高まらなかったりしますよね。逆に難しすぎても進まないと面白くないし集中力逆に嫌になって下がってきます。そしてもう一つのメソッドとしては早期学習についても触れておきます。これは早期する、いわゆる思い出す作業になってきます。人間の記憶は思い出すことで定着していきます。道をすれ違う人の顔は覚えてないと思いますが、同じ電車で毎日すれ違う人って自然と覚えていますよね。これは特に単語とか覚えるときに役に立ちました。学生の時は書いて覚えたりとかねテストがあったりとかしてたんですが、大人になった今はアプリとかテキストで覚えています。そうするとなかなか一度で覚えれなくないですか。なんなら1時間後には忘れています。しかし思い出す作業をするっていうのが大事と学んでから、もう忘れてもいいからとにかく思い出すっていう回数を増やしたんですよ。多いともう50週ぐらいにやりました。同じ単語そういう風に覚え方を変えたら大量の単語が覚えれるようになっていきます、まあ、こういうやり方、勉強のテクニックを知ることっていうのがいわゆるメタ学習かなと思うんですが、皆さんそういったテクニックどれぐらい知っていますか。私のチャンネルではそういった知識もアップしていますので、まあ、特に勉強法とかね気になった人はぜひ検索してみてください。記憶力七瀬とか睡眠七瀬とかね、気になるワードと七瀬で検索したら多分出てきます。たまに西野七瀬さんが出てきますが、まあ、アリーサで検索してもらってもいいかなと思います。そして最後に私自身のリミットの外し方と本日のまとめになってきますが、基本的に私も今日ご紹介した方法で脳のリミットが外れたと思います。仕事でも勉強でもそうなんですが、まあ、分かりやすくトイックでスコアが取れた時のね900以上が取れた時の話をすると、まず自分は900以上取れるとか、まあ、そういうところをイメージしました。そして今までの自分の勉強法を一度マインドセットしてできる人の勉強法に全部変えていきました。実行流にこだわらず素直に人の言い方を聞いた方がいいです。そうやってマインドセットしたら、とにかく900以上取るまでは YouTube やらないとか友達ともあまり遊ばないとかそういう制限をしてモチベーションを高めていきました。失敗して取れなくてもそんなもんだと諦めないで継続できたっていうのも良かったです。またどこができていないのか見直して改善をしていきました。自分のリミットはここまでしかできなかった、でもここをこういう風に改善すると次のレベルに行けると、そういう風に自分で分析していくんですね。さらに早期学習とか習慣化とか先ほど挙げたようなメソッドを使って無事にフロー状態に入って集中して勉強することで達成ができるようになりました。ということで今お伝えしたマインドセット、モチベーション、そしてメソッド、この3つを得た皆さんも今までにない成果が出せれるよう自分の脳のリミットを外していけるんじゃないかなと思います。ということでいかがでしたでしょうか。まあ、今日のねおすすめ参考本としてこちらの2冊をご紹介しておこうかなと思います。まあ、このね超加速学習と超自習法です。どちらも学ぶことに特化していてとっても面白かったんですけれども、特にねこちらの超自習法の方は今よりも早く安く自力で学べるようになる方法がたくさん出てますので、気になった人はね概要欄にリンク貼っておきますのでぜひ見てみてください。また私のチャンネルではこのように今から使える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめの自己啓発本やビジネス本もたくさん紹介していってますので、今日の動画がいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。また概要欄には私が作ったユーデミーの講座もありますので、よかったら見てみてください。では皆さんも脳のリミットが外れて自分の可能性が広がりますように。では See you!